染谷さん、どうしたのその格好。もうあんたがあの男に生き血を吸われることはねえよ。え、俺がなしつけといた。あいつはもう二度とあんたの前には現れない。東京から出てったよ。あんたにはもう借金もない。自由の身だ。しっかりしなよ。あんた俺よりずっと年いってんだから。私のためにどうして。